はい、プレーボールどうも野球人です。西武ドラフト指名試合か選手紹介ということでございまして、今回はですね、西武ライオンズがドラフト指名した試合か選手をですね、プロフィール成績ともに交えてしっかりとお伝えしていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ではドラフト1位指名ですね、見ていきましょう。住田千尋選手、西日本工業大学出身地、長崎県、1999年8月20日生まれ、22歳、176センチ、76キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手でございます。マックスが150キロ、球種カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップ、ツーシームを投げ分けます。はい、というわけで1位はですね、住田千尋選手。早々にね、西武は1位を公言しておりましたので、取ることができたと。4球団競合でね、蓋を開けてみればというところで最多だったんですけれども、まあ、そのね、4球団を取れたっていうのが非常に大きいのかなというふうに思います。スカート評価見ていきましょう。マスがもちろん様々な球種があることがセールスポイント。先発のローテーションを担えるピッチャーと。はい、成績も見ていきます。大学リーグ通算は38試合で12勝5敗、 184.2イニング、236奪三振、73四球、防御率 1.56、 奪三振率 11.50、 四球率 3.63 という素晴らしい成績でございます。はい、まあ、何はともあれですね、やはり念願の即戦力左腕を獲得できたことというのがこのドラフトにおいてね、一番大きいことかなというふうに思います。昨年もね、早川選手行って外してしまって、結局ね、大学生スラッガーの渡辺選手にというところなんで、まあ、1位クラスの左ピッチャーっていうのはなかなかね、取れておりませんでしたから、まあ、今年はね、本当にウィークポイントを抑えることができたので、まあ、この時点でね、いいドラフトが始まったと言えるんではないでしょうか。はい、では続いて2位指名ですね、見ていきましょう。はい、続いてはドラフト2位指名ですね、佐藤俊介選手、筑波大学出身地、山形県、2000年1月3日生まれ、21歳、181センチ、80キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーでございます。マックスが152キロ、球種スライダー、チェンジアップと非常に、ね、能力の高い選手でございます。スカート評価見ていきましょう。本格左腕、将来先発ローテーションを担う選手になってもらいたいということで、まあ、佐藤選手ですね、ドラフト1位候補と言われておりました。しかし春の不調、秋の怪我とあってですね、評価を落としてしまいましたが、実力はね、やはりかなりある選手なので、まあ、彼を、ね、2位で取れたっていうのは非常に大きいかなというふうに思います。大学リーグ通算成績ですね、29試合で10勝4敗、 170.0イニング、166奪三振、47四球、被安打117、防御率 1.43、 奪三振率 8.52、 四球率 2.49 という成績です。リーグ通算で見てもですね、素晴らしい成績ですね。首都リーグで、頑張っている選手なので、これだけね、いい成績、フォアボールも出しておりませんし、三振も取れているということなんで、期待していいんではないでしょうか。はい、なので、やはりですね、住田選手と佐藤俊介選手、ドラ1をですね、2人獲得できたくらいの感じでいいんじゃないかなっていうふうには思います。本当に大学生のピッチャーでいうと、上から、1番2番目を取れたっていうね、イメージもあるので、間違いなくね、ここの、2人を取れた時点で、成功のドラフトに入ってくるのかなというふうには思います。はい、では続いてですね、3位見ていきましょう。はい、続いてドラフト3位指名ですね、古賀優斗選手、中央大学出身地、福岡県、1999年9月10日生まれ、22歳、174センチ、78キロ、ポジションキャッチャーで右投げ右打ちの選手です。高校通算52ホーマー、大学通算5ホーマー、 50m6秒8遠投、 115m 二塁送球タイム 1.8 秒台。選手タイプは守備型の選手かなというふうに思います。はい、というわけで大学ナンバーワン捕手という触れ込みでね、入ってきました古賀選手。本当に一時はですね、彼もドラ1あるんじゃないかっていうふうに言われておりましたが、結果3位で取ることができました。スカート評価見ていきましょう。打撃もパンチ力ある強肩捕手、将来レギュラー捕手になってほしいということですね。成績見ていきましょう。72試合で2割3分4厘、204打数47安打、5ホーマー、21打点、59三振、41四球盗塁1つ、ベース 0.712 という成績です。はい、とうとう一部ですね、かなりレベルの高いリーグでやってる選手でございます。打率こそ低いんですが、パンチ力のある選手でして、今年のですね、4年春にかなりね、活躍した選手です。で、秋はちょっと不調だったんですけど、ドラフトの当日にホームランとかね、打っておりましたので、そこのね、ちょっと、4年の秋の不振っていうのがね、この3位っていう順位になったのかなっていうふうに思います。秋もバリバリ打っていれば、多分おそらくね、2位では指名された選手じゃないかなっていうふうには思いますので、やはりですね、秋の成績って大事だなっていうふうには思いました。
まあそんな中でですね、しっかりと森選手の FA に備えてというね、ところでしっかりと次世代のキャッチャーをね、即戦力で取ることができたのかなというふうには思いますので、非常にね、この指名っていうのは意義のあるものかなというふうには思いますので、この3位指名は非常に良かったんではないでしょうか。はい、では続いて4位指名ですね、見ていきましょう。はい、続いてはドラフト4位指名ですね、羽田慎之介選手、八王子学園、八王子高校ですね。で、出身地は埼玉県、192cm、87kg、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手でございます。マックスが 149kg、 球種カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、スプリットを投げる選手です。はい、4位でですね、高校生の大型左腕羽田選手を取ってきたと、非常に、ね、評価の高い選手でございますが、ただですね、ちょっと夏は怪我でね、1球も投げれなかったっていうことが評価が落ちた原因かなっていうふうに思いますが、ポテンシャルはね、本当に抜群の選手でございます。担当スカウトはですね、ライオンズジュニア出身の素材感あふれる大型左腕、可能性を秘めた伸びしろのある選手ということで、まあ、地元の、ね、選手ということもあるので、しっかりと4位という指名になったのかなというふうに思います。はい、高校通算成績判明分のみですね、6試合で36点0イニング、42奪三振、22四球、被安打22、防御率 1.50、 奪三振率 10.50、 四球率 5.50 という成績です。怪我がちなので、あまりね、試合数っていうのは多くないんですけど、その中でもですね、しっかり成績残しておりまして、奪三振率も高いと、フォアボールの多さっていうのはあるんですが、ここをね、どう修正してくるかというところでしょう。まあ、プロで大化けする可能性のある選手かなっていうふうには思いますし、私個人的にもですね、やっぱ今年の高校生左腕ね、いいピッチャーいっぱいいるんですけど、潜在能力、ポテンシャルという部分ではですね、この羽田選手がナンバーワンの選手かなっていうふうには思いますので、まあ、4位っていうね、順位、まあ、支配下あるかどうかっていうね、ところは言われていたんですけれども、まあ、いい順位でね、指名してくれたんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いてですね、5位指名見ていきましょう。はい、続いてドラフト5位指名ですね、黒田雅也選手、出身地は青森県、 188cm、 85kg、 ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。マックスが 149kg、球種カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップなどを投げる選手でございます。はい、まあ、長身のね、右腕ということで、ポテンシャルの高い選手でございます。阪神なんかがね、注目しているということだったんですが、西武がしっかり5位で取ってきたということでございました。スカウト評価見ていきましょう。長身から投げ下ろす角度のあるストレートとフォークが武器、ここぞという時にしっかり三振を取れる投手になってほしいと。成績見ていきましょう。那須大会成績は3試合で 10.0 イニング、12奪三振、2四球、11被安打、防御率 2.70、 奪三振率 10.80、 四球率 1.80 という成績です。少ないね、イニングなんですが、しっかりと結果を出すことができているみたいです。はい、ということで、まあ、次世代のエース候補を獲得できたということでしょう。4位の羽田選手に続いて、5位でもサイズ感のね、大きい選手を取ってきたと、非常にね、ロマンあふれる4位5位だったのかなっていうふうには思いますので、まあ、ワクワクね、する選手かなというふうに思います。では次が最後ですね、6位指名見ていきましょう。はい、続いてドラフト6位指名ですね、中山誠吾選手、白鴎大学、出身地栃木県、1999年5月9日まで22歳、 190cm、 97kg、 ポジションはショート、ファースト、サードを守ります。右投げ左打ちの選手です。大学リーグ通算8ホーマー、 50m、 6秒5、遠投 110m、 選手タイプはバランス型の選手かなというふうに思います。スカート評価見ていきましょう。スケールの大きい大型内野手、アグレッシブなプレーが魅力という評価ですね。成績見ていきましょう。リーグ通算ですね、判明分のみですが、58試合で2割4分9厘、201打数の50安打、8ホーマー、30打点、83三振、18四球、盗塁6つ、スリー率3割3分、でオペースが 0.728 という成績です。観光進学生リーグですね、地方大学ではレベルの高いところなんですけれども、まあ、OPS 0.728 と、それほどね、まあ、めちゃめちゃ打っているわけではありません。で、3年生の時にね、大活躍して一気に評価が上がってきたんですが、ただ4年生になってから春、秋と、ちょっとね、成績がかなり不調でございますので、正直、指名漏れなんじゃないかなっていうふうに思っておりましたが、まあ、体格がね、大きいっていうね、スケール感も、勝って西武が指名してきたなという印象です。で実際ですね、ちょっと今年の大学生の遊撃手っていうところが、まあ、不作気味というかね、4年生になってぐっと成績を落としている選手っていうのがたくさんいたので、指名されるだろうっていう選手がね、まあ、漏れているケースが多く見られました。その中でね、しっかりと指名された永山選手はですね、やはりね、まあ、潜在能力というか、そういうところを西武は勝っているのかなというふうに感じました。はい、というわけで以上ですね、ドラフト指名選手6名ご紹介いたしました。
はい、ではですね、最後まとめて終わりましょう。西武のドラフト順位ですね。はい、1位から6位までで6人取ったということでございました。で、なんといっても1位2位ですね、隅田佐藤、ここを2人取れたのは非常に大きいかなというふうには思います。まあ正直大学生で見ると、まあ、能力だけで言うとね、1番と2番の選手を取れたんじゃないかなっていうふうには思いました。佐藤選手ね、怪我しているっていうこともあるんですが、まあ、それほどね、まあ、脇腹の怪我なんで問題ないかなっていうふうに思いますので、まあ本当ね、めちゃめちゃいい、1位2位だったと思います。で、3位の古賀選手ですね、ここが本当に、まあ完全にいいドラフトになったなっていうところはねありますよね。で、古賀選手、まあ評価落ちていたとはいえですね、守備の能力っていうのは抜群で、パンチ力もあると。そうですね、今年のキャッチャーで見るとやっぱ即戦力的には一番の選手かなっていうふうには思いますので、しっかりとですね、ウィークポイントをこの上位3つで指名できたのは本当にね、まあ、大成功のドラフトだったのかなと。で、4位と5位6位ですね、まあ高校生2人と、まあ、大学生1人ということなんですが、まあ即戦力でいったですね、上3つは対照的に、下3つはですね、結構、まあ、育成というかポテンシャル、将来性に全振りした形になったのかなというふうに思います。畑選手の、ね、4位も、まあ、見る人が見たらねちょっと高いんじゃないのっていうふうには思うんでしょうが、やっぱそれだけのポテンシャルは持ってる選手なんで、これ自体は全然いいとは思うんですよね。で、黒田選手、中山選手というあたりもですね、非常にサイズ感が大きい選手ですので、非常に 1,2,3,4,5,6 と、まあ、傾向がねバッとね変わって面白いドラフトだったのかなというふうに思います。で、まあ、あとですね、言うとすれば、外野手を取っていないっていうところがね、一個引っかかるところかなっていうふうには思いました。で、西武の外野手っていうのはですね、12球団でも本当ワースト1、2を争うクラス、レフト、センター、ライト、全部そうなんで、これがね、去年だけではなくずっとそうなのって、外国人補強とかね、いう道もあるんですけれども、やっぱね、一人取りたかったっていうところはあるかなっていうふうには思います。ただ、中山選手もですね、ショートっていうよりは、どちらかというと、サード入りの選手なんで、外野のね、線っていうのも考えられますので、まあ、そういったね、もしかしたら意図もあるのかもしれません。はい、というわけで今日は以上でございます。本当にね、一番セーブが良かったんじゃないですかね、ドラフトが。良ければね、チャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。